皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、2月25日、本日、髪の毛を切りに行ったんですけども、ちょっと iPad の方でね、不具合がありまして、メーカーさんの方にも問い合わせてみたんですけども、 OS を、新しく新規、バージョンアップしたら治るんじゃないかと、そういうふうなことだったんですけども、文字を打ち込んでも、このように、英語でしか表記されない。右下のところは今こうなってます。これは、こういうふうにね、ここでこう押したら、ローマ字、日本語、一瞬ここは出て、また消えてしまったんですけども、その段階で、ちょっと不具合が発生してるんですけども、なぜそれが発生したのかっていうところで、これ、陛下が誕生日だった2月23日。何時から開催されていたとかはちょっと私の方では知らなかったんですけども、昼過ぎか夕方ぐらいから、さすがに今日、佳子さまが来ることはないだろうと、そう思って、この戦国風武というゲームを私からの提案で、中国の別光というメーカーに作ってもらって、お金を払ってもらっていただいてない話とかも散々聞いたと思うんですけども、このゲームをしていた時に、とあるあのプレイヤー名のところにアクセスしてからそういう現象が発生したんですが、そのプレイヤー名がね、令和皇后って名乗ってるんですよ。で、もちろん雅子様が、このゲームを、されてるわけはないと。時間帯的にも、陛下の誕生日でしたから、ああいうふうに、皆さんと、一般の方への、挨拶と、その他、その後、皇居内で、何かお話をされていたということがありましたから、絶対、雅子様本人では、ないと。だけども、その令和皇后と名乗ってる人間にアクセスした瞬間、そうなりまして、で、ちょっとね、そのプレイヤー名探してるんですけども、なかなかちょっと見つからなくて、あれなんですけども。その辺のところ、まずメーカーさんの方とかでこれどうなってるかわかりますかっていうところと、あと、淡井圭介絡みのところでね、そのコンピューターが身勝手な判断とかでそういう風な形になったのか、それともこのプレイヤーにすでにバグがついてるのか何なのかっていうところなんですけども、ちょっと待ってくださいね。こういう風に探そうとしたらね、なかなか出てこない。で、今度ね、その、一応 Apple サポートの方に電話すると、その、iTunes っていうものをパソコンの方にダウンロードしてから、一回このパソコン、この iPad の内容を全部すべて消去して、で、対応してみたら治るかもしれないということなんですけども、いろいろと写真とか撮影した内容だとか、記録的なものですね。で、そういったものもすべて消去されるということなんですね。だから、コンピューターの狙いなのか人の狙いなのか何なのかわからないですけども、そこまでさせようとしていたのか何なのかと。で、それはこの今回の結婚問題と関係あるのかないのかっていうところも、もう私の方では全然わからないですし、以前もね、その日本語のところが今探してみたんですけども、もう消えてますね。全友人のところで、探したんですけども、令和皇后というプレイヤー名、いなくなってますね。だからこれコンピューターがそういう風なキャラクターを作ってるのか何なのか、バグ混入させるためになのか、
もともと、その、いや、話をどう思っていきたいのかとか、人間の狙いがそこにあるのかどうかとかも分からないですから、例えば、皇室の人と会っては話してはならないと。まあ、例えば、宮内庁宛てに電話をかけて、そう返答されたときに、それをコンピューターが音声入力システムでどういうふうに判断をするかだとか、皇居まで行って、まあ、皇宮警察の人たちと話したときに、まあ、12月の28日はもう、会えないっていうことで追い返されてると。まあ、そういうふうなところでそうなってるのか、ちょっと僕も、状況が読めない。タイミング的にできすぎてるのと、本当に人間のプレイヤーだったのかなっていうのがありますね、事実として。だから、まあ、新たな、まあ、問題が発生しているということで、一応、まあ、お名前が、令和皇后という名前だったので、佳子さまや、皇室の方たちと、あと国会議員の方たちという宛てにして、まあ、あとは、まあ、企業さん、メーカーの方ですね。まあ、別行さんも含めて、まあ、アップル関係だとか。まあ、実際それで、これはもう、このアップルの、iPad が使い物にならなくなってる。で、これは、一回中の内基板を、ここ2年前くらいに交換したはずなんですよ。で、まあ、値段的に、まあ、これは基板の交換だろうなっていう値段だったんです。3万、9000円ぐらい。の値段でしたので、だから中身は新品に変わってるはずですから、だからまあ何らかのバグというか、サイバー攻撃を受けない限り、その、まあ、こういうふうな状況にはならないはずなんですよ、ね。でこれはインターネット上での、例えば検索でも全て英語で、文字を打ち込まなきゃならない状況になってしまってますので、その辺のところがね、一応設定のところで、まあ、詳しい方とか、設定のところでね、表記のところ、文字のところを、ちゃんと、選んでないんじゃないかとか、抜けてるんじゃないかとか、まあ、そういうふうなところあるかもしれませんけども、これはもうApple サポートの方に電話をして、一回それを消したんですよ。かな日本語かな、それをローマ字。まあ、さっき一瞬画面の下のキーのところに一瞬だけ表示されましたけども、ああいうものがあるのにすぐに消されてしまうというような内容のバグを、まあ、入れられてるんじゃないかと。まあ、こういうふうな状況ですね。まあ、今日本日日曜日で、まあ、多分誰も来ないんだろうなということで、まあ、もうテレビ見ようかなと。まあ、そういうふうなところですね。まあ、雨降って、いても誰かがここの住宅に来ていたのが来ていたことがあって、でそれは、まあ、結婚問題関係の人間ではないとは思われます。これも時期運動とかこちらが言った内容に対してこう動いてる、ああこう動いてるとか言われたら、もう僕も何が何やらその意思の疎通っていうものができてないですから、電話とかで。だからもう何が何やらわからないですよ、本当に。でまあ今日、まあ昨日その斉藤真美っていう関西のアナウンサー、今までどういうふうな、経緯だったのかっていうことを、とにかく来てくれと。まあ、関西ですしね。まあ、そういうことで、テレビ、撮影しながら言って、で、結局、歩いてとかいう声は聞こえてきてたんですけども、もうこちら睡眠不足でしたから、もう外は歩けるような状況じゃないし、そもそもどこを歩けばいいのっていうことになるんですよ、僕からしたら。そうじゃなくて、それだったらもう僕の家来たらいいじゃないですか。話早いでしょ。その辺のところで、その電波の声に関しても、まあ今日は、佳子さま、電波の声もね、この体調って言っていたりとか、途中でこちらが考えた内容に対して、まあ行くとか言ったりとか、まあそういうふうな声は電波で佳子さまの声では聞こえるんですけども、
その辺のところはもうよくわからないんですよ。晴れ始めてきたから、今日は朝も雨だったんですね。で今、まあ、天気予報通りの方向で天気が進んでいて、17時ぐらいからまあ雲がかかってないような状態、晴れになるような天気予報だったんですけども、まあそれで来る来ないだとか、まあ、まあ僕も今日も悩んだんですよ。今日どうしようかなと。で、もうそこまで行っていいんか見ようかなというところで、あとまあ iPad はこういうふうな状態 で iPad を新しく買い替えなきゃならないのかなとか、まあそういうふうなところですね。まあとりあえず動画見たりする分に関しては、例えば、Amazon プライムビデオだとか、まあそういうふうな形で使用しようかなと、まあそういうふうなところですね。まあ、今回は、その iPad のそのバグの件で、令和5号と名乗っているキャラクター、まあ、プレイヤーにアクセスしてから、まあ、そういうような現象が発生して、以前も一回そういう現象を発生したんですよ。その時もね、そのプレイヤー名のものだった可能性がある。ただ、人間じゃない可能性がありますね。こうやって証拠を、その令和5号というキャラクター写真撮ってたかな。結構ね、僕はなんかこのプレイヤーおかしいなって思ったら写真撮ったりしてるんですよ。で、記録化してるんですよ。だけども、その記録がたまに、なくなってる時とかあるんですよ。だから、ちょっとまあ手に負えないといえば手に負えないような状態ですね。ただプレイヤー名の中に、あ、この人もしかしたら元か、まあ、現在サンパレスロッコの、まあ、2002年サンパレスロッコで勤務していた向こうの直接雇用されてる人じゃないかなと思われる人物も 見受けられたんで、まあちょっと接触を図ってみようかなとかも思ってるんですけども、まあ、その、あ、いました、いました。こういうキャラ、令和5号と書かれている人で、まあ、ね、まあ、こういう戦績の方ですね。一応写真。といて、参加曲数が339回で、統一回数81回、個性メッセージのところはなる人の妻って書いてるんですよ。だけどもこれ電源が入っていた状態で23日でしたから、夕方にしたとしてもそれはないなと。まあゲーム終わってから洗い物をしてる時に電波で、どうせ雅子様じゃないでしょっていうことを考えたときにバレたっていう女性の声が聞こえてきてるんですよ。だからちょっとその誤解を生じるような部分の名前に関しても、結局これ、まあ、以前からこれ言ってますけども、全員本名だから Facebook とかに登録して自分の本名とかで、プレイヤーをプレイヤー名を自分の本名だけにする、Facebook も本名だけにするだとか、そういうふうな形にで固定しておくことでしょうね。で、テレビ局も同じですね。全員本名固定。で、二つの名前を使用したりしない。もう何か、相当なことをやってしまってる人間でしょうから、その手の類の人は。まあまあ、その辺の改革も早く、これは国会で進めていただかなければならないと。まあ、こういうことですね。まあ、とりあえず、そのプレイヤー名が見つかってよかったです。まあ、途中で撮影終わっていたら、その、データが消えていた人間じゃないかもしれないのまで終わってましたから。以上です。まあ、日々。何から対処していけばいいのか、まあ、いろんなことを、考えながら悩んでる日々でございます。
それでは、メーカーの皆さんと国会議員の皆さん、ご対応のほどよろしくお願いいたします。それと、まあまあ、雅子さまへの伝言なんですけども、こんな人いましたということで、まあね、もう何目的なんでしょうね。ちょっとその警察とかの方でどこの誰なのかちゃんと特定しておい、特定しておいた方がいいと思いますよ。以上です。ご対応のほどよろしくお願いいたします。